兄のごとくお慕い申し候様之助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候。
夜な夜な怪しき者の気が徘徊しそうよ。女中禁獣、行き方知れずに愛なり候もと相つめ、恐ろしきこと限りなし。噂にては物のけは人を喰らい、地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候来ども、尾張との戦、迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、玉之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにて、いとこの玉之助様、お一人のみにて候。この文がお手元に届き候来ば、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日千住の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年八月二十日、雪。玉之助様参る。こちらです、玉之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲り堂、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。雪姫。サマノスケ、よかった、やっぱり来てくれたのですね。サマノスケがこの城を去ってから心細くて、私様之助、目を覚ませ様之助。今の何時では現場を制すことかなわぬ。何時のために我らの力を授けよう。
魔に振り落されし鬼の一族。様の助、幻魔を倒し、魂をその小手に封じよ。これは様の助、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。このコテで腕が引きちぎれるまで戦いって。
ここ開けろ。化け物俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、すまん、許してくれ。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われているかもしれません。本丸はこの先だな。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。わかった。
Thank you.
ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを食うな。ユミはどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを食うな。ユミはどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを食うな。
そうな人間これ以上止めた。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。美しい血が滴り、こいつも私の手にかかれば。なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえも幻魔か。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いいこと教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら幻魔と契約を結んだ。未来永劫幻魔に尽くすとな。そうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけレナルード、そいつの腹をかっさばき、滴る血を敷き流けのもない。
話せ！おとなしくしろ！そこで何をしている？
こら待て誰だお前は。それに今の小僧は。あんなしかさ、斎藤家では見かけない顔だな。お主、ひょっとして明智様之助殿では。やはり。いや、こんなところでお会いできるとは。拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男なら我が殿も喜んで迎えられや。答え。自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあよい、拙者は諦めませんぞ。では。様之助、この子に用があったんじゃないの。小僧。やだ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。そんなことはしない。小僧、名前は。夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まれそうになっていたんだ。知らないよ、そんなの。じゃあここで何をしているんだ。楓、お前夢丸を頼む。俺は雪姫を追う。分かったわ。
玉之助、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りがかって雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかし分からねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。玉之助、一緒に出る方法を探しましょう。
サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りがかって雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかし分からねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りがかって雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかし分からねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。
ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの。サマノスケ、閉じ込められたみたいな。どこか出られそうなところはない。サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを、通りがかって雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。
雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。山之助、一緒に出る方法を探しましょう。ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの。サマノスケ、閉じ込められたみたいな。どこか出られそうなところはない。サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。
まで来ればもう大丈夫だわ。私は手がかりを探しに行くわ。
Thank you.
夢丸。なんだこれは、これは様の助殿、考えていただけましたかな、信長公に使える剣。どけ。あの小僧を救おうだなんてもう間に合いませんよ。信長公が玄馬の力を借りて天下を取ろうとしてるのはもうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。ふざけるな。それで罪もない大勢の人間を玄馬の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は玄馬に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに生き血を満たし、信長公が一気に飲み干せば、斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃてまたお会いしましょう、様の助殿。